ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。リーフィットが見たいですというコメントが一番多かったので開封したいと思います。果たして使えるのか。僕が買った容器はこちら、ジェックスから発売されておりますリーフィット SW。 まずは使用とスペックを語らせてください。 S は幅 8.5 センチ、奥行き7センチ、高さ 10.5 センチ、外部磁石幅5センチ、奥行き1センチ、高さ 7.5 センチで価格は1289円でした。 W は幅16センチ、奥行き7センチ、高さ 10.5 センチ、外部磁石幅11センチ、奥行き1センチ、高さ 7.5 センチで価格は1729円でした。共通としてガラスサイズ6ミリまで、原産国中国です。特徴としては水草を入れて水槽に貼り付けるだけで簡単にワンポイントレイアウトが完成します。樹脂製なので軽量&強力磁石で水槽にしっかり固定できます。また別のエアポンプエアチューブ、外気約5ミリ、内気約4ミリをつなぐことで水流を作り、本体内の底座のロガバキラ繁殖と水槽内のエアレーションにも使用できます。使用方法ですは、ご使用前に本体磁石ケースを軽く水洗いし、磁石ケースを本体の上からスライドさせて入れ、本体背面のリブにはめてください。次に本体内のソールなどの底座を敷き、水草を植えてください。この時底座は2ミリ以上の粒度のものをお使いください。2ミリに満たない場合は本体の底面にウールマットなどを敷いてください。最後にレイアウトした本体を水槽内にゆっくりと沈め、本体内部が全て水に満たされることを確認してから完全に水中に入れ、水槽の外側から磁石で固定してください。エアレーションする場合は本体に L 字パイプを取り付け、エアチューブをお好みの位置でカットし、エア調節バルブの胴体につなげ、エアポンプにつなげてください。本体内の砂を舞うのを防ぐため、エア量を最小にしてからエアポンプの電源を入れてください。この時 L 字パイプの挿入が甘いと、エア注入中に外れることがあります。最後に注意点ですが、本製品はガラス水槽専用です。アクリル水槽やプラケースでは使用しないでください。本体内部ではヒーターを使用しないでください。また水槽に設置する際はフィルターのポンプに密着させないでください。フィルターの故障の原因になります。そして本体磁石に鉄粉などがついたまま水中に入れると錆の原因になります。本体磁石を分離して再度水中に入れる場合は、磁石に異物が付いていないか確認してから行ってください。さらに水中での使用を想定しているので、水槽内の水中外で使用する場合は本体がずれないように重量などの調整をお願いします。洗う際は45度以上のお湯、シンナーベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーは使用しないでください。とのこと。それでは箱の外観から見ていきたいと思います。ジェックス観賞後用品、誰でも簡単、水槽にセットするだけでワンポイント水草レイアウトが完成。リーフィット SW 磁石でお好みの場所に取り付け自由自在、エアレーションで本体内の水が循環、メダカの稚魚の隠れ家やお休みスペースにもベタを入れて使ってる様子が載ってます。側面でございます。いろいろなレイアウトを組み合わせてお好みの水系に、水槽の中にひっつけてる様子が載ってます。このようなレイアウトのポイントにも使えます。強力磁石で水槽内のお好みの場所に固定可能、別位のエアポンプ、エアチューブをつなげて低床内のロカバクテルの繁殖や水の循環、水槽のエアレーションに。リーフィットの楽しみ方はこちらってことで QR コードは載ってます。もう片方の側面でございます。エアレーションする場合は下に L 字パイプをつなげて、外径5ミリ、内径4ミリの別位のエアチューブをつなげます。エア調節バルブを右に回すとエア量が減り、左に回すとエア量が増えます。エアポンプも別売りとなります。裏面でございます。セット内容が写真付きで載ってます。磁石ケース、本体、流量調節バルブ、外部磁石、L 字パイプ、簡単な使用も載ってます。ご使用上の注意ってことで、本製品はガラス水槽専用です。アクリル水槽やプラケースでは使用しないでください。磁石で固定するときは指を挟まないように注意してください。本体内部ではヒーターを使用しないでください。火災や変形の原因になります。こちらはジェックスから出ております。それでは上げていきたいと思います。イデオリーフィット SW オープン。おー、プチプチに入ってるね。珍しく説明書は入っていないです。ただ側面に注意書きは書いてます。磁石ケースの着脱方法ってことで、お手入れする際は本体内側の磁石ケースを取り外して内部を水洗いしてください。取り付けるときは図のように上からスライドさせて背面のリブにはめてください。上からガチャってつけるようです。外すときはリブを押して外します。こちらが S サイズ、本体、 L 字パイプ、流量調節バルブ、外部磁石が入ってます。L 字パイプの色は黒、結構長いです。下の部分は2センチ、上も2センチ。プラスチックの流量調節バルブ、つまみがギザギザになってるので滑りにくいです。中はしっかり外れます。本体の透明度は高いです。下に穴が開いてます。出っ張りはないので内部洗いやすい。そして、あ、手入るな。指が普通に底の方まで届きます。いいっすね、洗いやすい。穴の大きさは2ミリです。前面は何もないんですけど、後ろの方にちょっとボコッとしたのがあるんですよ。で、ここに磁石を上からガチャってくっつけるようです。その磁石は何なのかというとこちらです。本来は重さを測りたいんですけど、ちょっと磁石なんで測れないんですよね。結構重たいです。これが正しい向きで、左上にジェックスのロゴが書いてます。ここちょっと欠けてます。これ取れるわ。ネオジム磁石並みに強力です。こんな感じ取れます。ほら、わ、これ指挟んだら痛いわ。磁石はこっち裏向くように上から下にスライド、
こう密着させながら。磁着をつけた手前側にソイルを入れると。エアレーションしたい場合はこの下に L 字パイプをつけます。でここにエアチューブつないでやるらしい。外すときはここのリブを押してこう取ると。今思ったのはこの磁石をこう上から下にスライドするときにここ傷つくね。もはやもう今ちょっと何回かやっただけでここもちょっと傷ついたんで、あとこれキーっていうな、この黒板を爪で引っかいたときのあのキーっていうあれ。 W はより幅広い設計になってます。これはもう余裕で手入るので洗いやすいです。背面にリブがあって、あとはツルツルです。大きな磁石があります。これも多分外すことはできる。おお、あ、2個ついてんだ。これも同様にこうして上からスライドさせてこうガチャってくっつけると、ここのスペースにソイルを入れる感じですね。離れてしまいます。左が S、 右が W です。高さは同じ、奥行きも同じ。狭いのでスリム水槽でも使えると思います。20センチオールガラス水槽にリーフィット S を取り付けました。デザインは完璧です。今こっちの手何も触れてませんけど、上にやれば上に行くし、下にやれば下に行けます。ゆっくりやんないと危ないですけどね。ゆっくりだな。下には行く、下は行くけど上は来づらいですね。でも一応動かすことはできます。これも同様に下はすんなり行って上はちょっと時間かかるっていう。でもこの小型の20センチキューブ水槽でも使えます。見た目はこんな感じになります。気になる隙間問題ですけど、まず右側これ余裕です。左側余裕です。ここ隙間ないので大丈夫だと思います。ただちょっとこうツン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 すると動くね。金魚とかだったらこれ倒しちゃう可能性があります。まあそもそも金魚にこれ使うことないと思うんですけど、結構弱い力で、あ、これ結構あれだな、力の強い魚の場合はこうやってどんどん動かしちゃうんで、これが知らない間に下の方に行ってるとかそういうことありそうです。だから隙間はここないので挟まることはないと思います。素材はこっちの方が良かったです。コクーンの隔離ケース、これ塩ビでできてるんで透明度ずっとこれぐらいなんですよ。もちろんその傷はつくんですけど濁らないですよね。これすごく美しいけど ABS でできてるので、もしかしたらずっと使ってるうちに濁ってくる可能性はあるんじゃないかと。だからこの容器はもう透けないようにした方が良かった。光が内部に入るので、まあ外側はスポンジで洗えますけど中は洗えないですよね。で中に苔生えたらもう終わるなっていう。この黒いこの素材がね前面にあればよかったのになっていう。そしたら中に光が入らなくなるから内部に苔が入るリスク少なくなるんですよね。仮にこう洗ったとしても、まあそもそももうこういう色だからさ濁ってもあんま関係ないじゃないですか、この素材ならば。まあ透けてるモデルと透けてないモデルが欲しかったね。ソイルは手前に入れるので手前に角肌スポンジを入れました。使うエアポンプはジェクスのイエア 1000SB です。 0.8 リットル毎分あります。 S サイズです。スイッチオン。あれ、ちょっと待って、吹雪テトラ。あ、後ろか。後ろからボコボコエアーは出てますけど、これ全然循環してないな。これ結構高さあるんですよ。深さが深い容器なので、酸素が行き渡りにくいんですよね。深くなればなるほど。だから、嫌気性、酸素が行き渡らないところで増える嫌気性バクテリアってのが増えて、それが病原菌の発生につながるんですよ。だからこそジェックスはこの内部にエアーが入るようにして、ここの循環するようにしたと。ジェックスのサイレントフォース 2000S トスロ 2.0 リットル毎分に切り替えました。まず、全く動かないです。で、このね、ボコ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 って音うるさいです。プラストーンとかの方が良かったかもしれないですね。あれの方が細かい泡が出るんで。今ちゃんと水平にやってますけど、右側からエアが出て左側あんま出てないんですよね。でこの空気の泡を見てみると確かに細かい空気がこう下の方でこう渦巻いてますよね。ここ気泡がここ渦巻いてますけど、こ
これで循環してるって言ってんのかもわかんないです。一番下穴開いてるんですよ。これ W なんですけど、この黒いやつの一番下にこう穴開いてるんですよ。でこっから水流が来るらしいんですよ。ただし見てみると、この動きやすい加賀田スポンジ全然動いてないですよね。詰まってる可能性もあったので、加賀田スポンジの数を少なくしてみました。そうしても全然動かないですね。今これちゃんと水平にやってますよ。こんな傾けてないですよ。ちゃんとこの水平の状態で見てますけど、まずこの右側からあんまエア出てないですね。左からばっかりエア出てます。今2リットルで様子見てます。でここ見ると、この下から下にエア行ってないですね。ほとんどこの左から行ってるな。左ばっかりエアが行ってる。右側が全然エア行ってない。これちゃんとこうしっかり奥まで差し込んでますから。一番下に穴行ってますけど、ここの穴からこの穴に水流が入ってないんですよ。行き渡ってない。だから手前の加賀田スポンジは全然動かない。ワイドの様子です。同じく2リットルでやってます。ちゃんと水平です。こう右に傾けたりしてないです。ちゃんとこの水平の状態でやってます。これを見ると、この左側はしっかりエアは行き渡ってるんですけど、この右側までこのブクブクが到達していないですよね。その結果、この真ん中からエアは出てんだけど、右から出ないっていう。ここちゃんと酸素行き渡ってんのかな。ここは強いけどさ、ここ弱いじゃん。 W の2リットルです。右の方からエアがボコボコ出てます。内部の循環ですけど、加賀田スポンジが全然動かない。まあここちょっとわずかに動いてるぐらいですけど、右は動いてんだけど左全く動いてないですよね。さっき内部の方見ましたけど、左までこのブクブクの水流行き渡ってないんですよ。右ばっかり出るでしょこれ。たまに真ん中から出るけど、というのが私の感想でございます。まずこの本体の安定感を増すっていうのと、あとここを透かさない方がいいと思うんですよね。もちろんかっこいいんだけど、やっぱり苔入るんですよ。外側はいくらでも洗えますけど、中に苔入ると、中に反転状の苔入るとまたソイルを出してまた新しいやつに変えなきゃいけないのと、意外とこれスリムすぎてソイル入らないんですよね。あまり入らないです。ということは水草の根っこがこうあんまり伸びるスペースないんですよ。狭すぎるから。横幅、あのスリムフィルターと一緒で、横幅は広いんだけど奥行き狭すぎて使い物にならんっていうのが残念な点でございます。もうちょっとこう奥行きを広げて、まあ、透けるタイプと透かないやつっていう2つ出せばよかった。2点は何かというと、まずデザインがかっこいい、組み立てが簡単。こうとんがってるように見えるんですけど、全然痛くないです。水中に設置するものなんで、こう角張ってたら危ないんですけど、ここ角張っていないので魚がぶつかっても問題ない。あと隙間ないので稚魚は入り込むことはない。スリムだから小型水槽でも使えるという感じでございます。ご視聴ありがとうございました。バイ。